はい、ふなぱんです。引き続きのび太の牧場物語遊んでいきます。よろしくお願いいたします。今日は2年目の春の16日目となっております。で、今日からまたコロボクルが手伝いに来てくれてるから、動物と仲良くなるところだけやっていって、あとはあれだな、どうしよう。で、あとは高級肥料が足りなくなったので、今日こそ買いに、15時から20時の間だから。うん。あ、やっぱなくなっちゃったな。あとで買いに行きましょう。よし、じゃあ、動物と仲良くなって、来たいと思います。よし、全部終わったから。よし。じゃあ仲良くなっていこう。あれ？濃い緑だったっけな？あ、いい感じに上がってきてるな。で、今日は、時間があったから、貝を持ってきた。で、あとは、やることは、メラルやメチックに、断りを入れないとな。いるかな？いないな。まだこっちにいる？あ、いた。無理。そっか、仕方ないね。ごぼうって見たことないからな。しゃあない。あら。あとは、エラルヤーメンとこだな。で、掲示板。ここは自由に書いていいスペースです。好きなものを書いてほしい。エラル。入らない。仕方ないよね。気が変わったら教えてね。あとは、ヤーメンさん。いるかな？大体いないんだよな。飯食ってる最中？ん？まあ、次会った時に断ろう。よし、ほい。よし、あとはあれだな。イルカさんのところ行けば。今日の。あ、久しぶりにテントウムシ。こいつ逃げるからな。よいしょ。で、速攻入れよう。じゃがいもも入れようかな。うん。じゃあ、あと、イルカさんのところとの、浜辺のものを集めたら、やることが終わるから、今日は採掘やっていきます。こんな時間に終わるっていうのは、あれだな。初めてかもしれないな。お久しぶりラブか。うん。
風さん。あれ、決済金が休みだっけな。あ、じゃあ、あれだな。巻き餌1個買って。あげよう。どうも。うん。あ、ジャイアン。そっか、浜辺に来たのか。シーフィーさんのところに来たかと。よし。今日は大好きなあの子とピクニック。じゃがいも話。あ、便利便利、この本当。機関車セットも、コロボックルも。うる。あ、プリンは、あれ？プリンないのか。あ、時間に余裕あるから。よし。待っておくれよ。はい。ありがとう。おはよう。よっしゃ、13時の用意をして、行きましょうかね。おにぎりもほぼほぼなくなってきたな。ちょっとやばいな。ということで用意。これとこれと。アリがない。アリないか。よし、まあ、13時前までは採掘やっていきます。いやー、ギリギリだった。はい。ありがとう。なんかあれだな、ここまで黄色ハートになっても冷たいな。まあ多分10になっても冷たいんだろうな。行くとこあるのって。まあそういうものか。あれなんかイベントがありましたね。なんかピーナさんのところにおやつ持ってこようかなって来たら。イベントだ。あれみんな来てたんだ。話は聞いたわ。雷で大樹は壊れたかもしれないってこと？うん、僕は話したよ。それで治りそうなのか。そうね、できそうだけど。それじゃ早く治してくれよ。でも時間がかかりそうなの。なんだ、時間がかかるだけか。それどれくらいでできるの？数ヶ月か一年か、もっとかかってしまうかも。でもそれよりもっと問題なのは、このまま体重を残しておいたら次の暴走はもっとひどいものになるかも。実は雷のせいで体重の力を制御するシステムが完全に壊れてしまっているの。そうすると暴走した力も強までどこの、時空が書き換わってしまうのか私にも想像ができない。もしかしたらこの街全体、この星の単位で時空を移動してしまうかもしれない。もっと早く修理できないの。せっかくここまで頑張ったのに。おい、なんとかなんねえのかよ。ドラえもんの秘密道具で修理を早くするとか。でもこんな大きなもの直せる秘密道具はないよ。だけど、でもさ、もしかしたら次に嵐が来た時に運よく僕たちの時代に行くかも。そんな、
そんな不確かな可能性にかけられるの？それじゃどうしたらいいのさ。だから最後の手段はリセットね。この胎児をリセットすれば時空は消え、時空移動は しなくなる。でもそれをすると私たちは一生この時代に残るのよ。胎児は消えるから。それしか方法はないのかしら。だから私が修理する。なるべく早くに直せるようにするから。でもその後嵐が来たら、その時はみんなどの時代に行くかわからない。でも大丈夫。また別の時代に行っても胎児のそばに引き寄せられるし、そうしたらそこでも修理を続ければ。リセットボタンを押そうよ。それをすれば戻れなくなるのよ。でも私が修理すれば戻れるんだから。だって嵐が来たらみんなが違う時代に行くかもしれないんでしょ。バラバラになっちゃうんでしょ。あ、急に声が出始めたな。すごい顔だな。みんなこの町を救おうぜ。ちょっとくそー、俺だって帰りてえよ。母ちゃんに俺の上手くなった大工技術見てもらいてえよ。でも俺たちが何にもしなかったらペンターさんや他のみんなもいなくなってしまうんだ。やるしかないだろう。私も帰りたいけど、たくさん過ごしたこの町の人ともそんな形で別れたくないわ。僕はいっぱい食べるレストランさんでしっかり者のトランさんと暮らしてとっても楽しかったよ。だ、まるでパパや、ママやパパといるみたいだった。僕もそんな家族みたいに大事な二人をこんなところで失ってたまるか。ドラえもん、もちろん君も一緒にやってくれるよね。もちろんじゃないか。僕だって町の人みんなが大事だよ。それにのび太くんの面倒は僕が見なくっちゃ。ありがとうドラえもん。なあ急に声が出なくなるな。というわけでビーノさん、リセットする方法を教えてくれよ。みんな本当にのお母さんお父さんと会えなくなるのよ。大丈夫だよ、絶対に会えよ。だって僕たちにはドラえもんがいるんだもん。胎児がダメなら他の方法を見つけてやるさ。私たちこの町で暮らし始めてたくさんのことがあったんです。そしてそのたくさんのことはママやパパとの出来事みたいに大切なのだから、ビーノさん教えてください。うちの人たちを助けたい気持ちはわかるけど、息子にだって会えなくなるし、だから私は胎児を治したい。君たちみたいに町の人たちによくしてもらっていないし、あの子に会える可能性を消すなんて嫌。この状態で嵐が来たらいつか会えるってこともなくなっちゃうんだよ。ちょっと、こんなに命をかけてるのに私が何もしないなんてできないわね。いいわ。リセットの方、あ、急に声がまた出始めたな。この胎児ができた時に最初に生えた葉っぱ、綺麗な黄色の葉っぱよ。でもこれの頂上よ。そんな、ねえ、ああ。私も作ってから気づいたのは取れないなって。でもそんなにのんびりしてる暇もないのよね。私は君たちが来てからこの時代の大気が不安定になってる気がするの。
だからいつ大嵐が来るかわからない。今日かもしれないし、もしかしたら1年後かもしれない。トラちゃんの秘密道具は？タコプター。ようやく僕が役に立つ時が来たね。うん、すぐに行こう。あの後、なんか、最終的にゲームクリアになったようですね。というところで、ね、あの、は、星が、青い星がつきましたね。ちょっとあの後ずっと、ゲーム、録画、禁止区間に入ったんで、ちょっとあの、カットしたんですけど、なぜか、また種を見つけて戻ってきたっていう、感じっぽいですね。あれ？しかもこんな、そうか。こんな時間だったか。あれ？完全に戻ってきたぞ。あの後、時代、正しい時代に戻れたんですけど、またなぜかのび太が種を見つけてこっちに来る羽目になってるっていう感じか。じゃあなんか私もあれだな、ゲームクリアっていう扱いになったのか。うん、なんかエンディングとか流れて終了になったんで、どうしようかな。結構想定外な終わり方したな。ちょっとあの、違う。マシモボックス。ちょっと見てみよう。ああ、やっぱり、大樹はクリアしたんだ。なんか何も変わってないですね。あ、そういえば。ゲームクリアしたのか。なんかまあゲームクリアしたっぽいっすけど、まあまだあれだな、ここら辺のスタンプのところ、あと家具のところが終わってないですし、だからおうちスタンプのところだけかな、終わってないの。あと、あ、そうか、虫レース、馬レースもできてないのか。と、それ以外はもう全部終わったか。ドラえもん、ぬいぐるみ、スピアポケット。とか、あとは、あれだな。あの、この右下の、なんか、作れるもの、もうちょっと作ってみたいんで、まあ、まだまだやっていこうかなと思います。けどあの、ゲーム、録画区間
まあ、禁止区間に入ってたんで、ちょっとこの動画ではそこはちょっとカットをさせていただいてます。はい。でもあそこら辺やっぱりカットせずにアップしちゃうと、著作権がどうこうってなんか言われると思うんで。はい。あれでクリアになるんだ。なんか急展開というか、急にクリアになって、ちょっと、かなり驚いてはいるんですけど。まあ、なんかスペアポケットか、っていうものくれるのかな明日になったら。まあ、ちょっと明日見てみましょうかね。どうなるか。はい。まあ、今日は、まあ、また何でしたっけ、地中釣り竿とか、地中釣り竿？名前なんだっけ？なんかクリアしたからちょっと、もうちょっとのんびりになるかもしれないですけど。コロバックルショップ。あ、地中釣り竿でいいのか。うん、とか。まあ他のやつとか、まあ、何も使って、追わずに終わるのもなんかもったいないから、まあ使って、いきたいんで、結果まあ、この後も、ちょっとガラクタ集め、頑張っていきたいと思います。はい、戻ってきました。まあ2階から、まあ8階までですね。全部剥がしたんですけど、なんか宝石も全然、出なかったですね。うん。まあ、ガラクタも8ってなんか、なんかクリアしたからなのか、ちょっと辛い設定になってますね、今回。まあ、そういう理由じゃないとは思いますけど、うん。虫とか入らないよな。これを入れに行こうか。見るよ。うん。よし、まあ明日、なんか、アイテム、くれるっぽいので、あれ。あれですね、スタンプで、なんだっけな、タイム、違う、スペアポケット、くれるらしいので、まあどういうものなのか、ちょっと楽しみに、したいと思います。はい、では今回はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。では、のび太くんおやすみなさい。